はい、アザラシの77日目です。畑の調子はこんな感じ。相変わらずあんまり良くはないんだけど、とりあえずね、状況として犯人が分かりました。この葉っぱのひどい状態になっている犯人はね、こいつです。ここら辺いるの分かりますか？この影、木の影の、葉の影の裏にいる。これっすね。二重ヤホシテントウが犯人でした。いやー、よく見ると、たくさんついてる。トマトにもついてる。トマト3つ見えるかな。いますね。このトマトのトマトにすらめちゃくちゃついてる。トマトにすらついてるし、ナスは当然のものをつきまくってる。こいつが犯人ですわ。ピーマンにすらついてるからね。わかるかな？これ、ほい。まごうことなき二重ヤホシテントウですね。はい、二重ヤホシテントウですね。これがいっぱいおる。めちゃめちゃバクバク葉っぱ食ってるわ。これを撲滅しない分にはどうしようもないね。ここにもいる。一応ちょっと集めました。ペットボトルね、こういう調子でね、細かく二重ヤホシテントウを捕まえていこうと思います。ここにもいるな。今痛いような気がしたら来た、ね、虫か嫌だぞ。で、スイカはこんな感じですね。惜しくなってんすかね、これ。カシャカシャって、あんまり良くないか。もうちょっと大きくなったんですね。こんな感じです。虫捕まえます。豆まきできそうなのに捕まえた。はい、まあ、てな感じです。まあ、良くはない。作物としては今は、トマトしか取れんですけど、こんな感じです。はぁ、やることいっぱいだ。ほんでまた。